えー、綾瀬さんが贈られる側だとしたらどなたからプレゼントされたら嬉しいですか柄がたくさんあるのであのこう私にこれがいいよっていう柄を選んで友達とかに選んでもらってあのこう気軽なギフトとししてもららえたら嬉しいです年末に向けてあのもう一度隅々まで掃除したいと思います。 綾瀬さん、お掃除好きですよね。そうですよね。結構、結構、なんか、何回もお掃除。そうですよね。はい。やっぱ、他人事でした、ね。<laughs> <laughs> 思ってるより、自分が思ってるより、好きかもみたいな。はい、<laughs> お願いする、願い事なら、どんな願い事でも、叶えられるとしたら。綾瀬さんは、どんなクリスマスを過ごしてみたいですか。トナカイが。 乗って空から降りてきてほしいです。サンタさんと一緒に。<laughs> はい。<laughs> サンタさんが降りてくるそうそう様子を見たい。はい。煙突がないので窓からコンコンみたいな感じで <laughs> 来てほしいです。どんなプレゼントを期待したいですか。ああプレゼント。いや来てもらえたらプレゼントいらないです。 サンタさんがトナカイと一緒に降りてくるのを見るだけでいいですか、うん、はい、見たいですね乗らなくていいですか乗ってみたいです <laughs> 絶対乗った方がいいですよ、来たら乗せてもらいます <laughs> 乗せてもらって、どの辺まで行きましょうかね？<laughs> ね結構息ができる範囲のところまで,で <laughs> <laughs> 世界を横にじゃなくて、上行きますかそうですね、横がいいですね相当高いですね、これ <laughs> 息できる範囲っていうのう、ね、皆さんは綾瀬さんがトナカイとアンタクロスと一緒にあの、空を飛んでる綾瀬さんを見れるってことですね <laughs> はいそうですよしかも垂直にうわー登っていくみたいな <laughs>、ね、多分綾瀬さんもう上上っていうからうわーっつって登ってって <laughs> <laughs> めちゃくちゃ楽しいクリスマスになりそうですね <laughs>